海岸を歩くとき、潮の満ち引きがもたらす潜在的な危険を決して軽視してはならない。この力を無視すると、たちまち危険な状態に陥り、何しろ、潮が満ちてくるときに安全に戻るのは至難の業で、人間にとっても動物にとってもほとんど不可能で致命的なことであります。ニコル・グラハムとその娘はメルボルン近郊のビーチで馬と過ごし、潮風と自然の静けさと美しさを楽しんでいた。しかし、楽しい時間は束の間、突然の災難に見舞われ、二人は誤って罠にかかり、女性と馬は泥だらけの罠に落ちて生死をさまよい、あまりにあっけなく起こったので油断した。誤って泥の中に足を踏み入れた馬と主人はゆっくりと沈み、もはや自分の力だけでは罠から出られなくなってしまったのだ。アストロを放っておけないニコルは必死で助け出そうとするが、頑張れば頑張るほどアストロは深く沈み、容赦なく泥沼に飲み込まれてますます不安になり、一秒一秒が潮の満ち引きとの生死をかけたレースとなった。アストロの意識は幸いにも保たれていたが、体は生きているかのような泥の中に深く沈み込み、浸食されるごとに救助の緊急性が高まった。現場の雰囲気は重くて緊迫し、この自然との戦いが、自分たちの予想やコントロールをはるかに超えたものであることは、現場を目撃している全員の心に明らかだった。危機は至るところにあり、時間は砂時計のように過ぎ、勇敢なニコルは心の中ではアストロを心配するばかりで、アストロが一頭でこの恐怖と絶望に耐えていると思うと、彼女は耐えられなかった。この瞬間、ニコルはアストロの保護者であるだけでなく、その魂の灯台でもあり、彼女は内なるパニックを抑え、この絶望の霧から明るい出口を見つけようとしていた。ニコルの本当の試練は外的条件への挑戦だけでなく、自分の意志と知恵の試練でもあることを知っていた。彼女の心には何百万ものビジョンがあるように、すべての思考が生き残ることを求めています。アストロへの深い愛が、たとえ最も暗い瞬間であっても、かすかな希望も捨てさせないのだ。この決定的な局面で、幸運の女神様が二人に幸運をもたらし、たまたま通りかかった情熱的な女性がためらうことなく手を貸してくれた。それから3時間、時間が引き延ばされるようで、一秒一秒に計り知れない不安と期待があったが、ついに待ち望んでいたプロの救助隊を迎えることができた。この突然の出来事、まるで映画の筋書きのようなこの突然の展開に、人々は運命のいたずらを感じずにはいられなかった。半トン近い巨体を前に、経験豊富な専門家たちでさえ、アストロの救出が一筋縄ではいかないことは分かっていた。彼らは正式な救助の前にアストロの現在の状態を観察して精神的に安定していることを最優先し、パニックに陥って泥沼の状況がこれ以上悪化しないようにします。一方、鎮静剤を飲ませようという申し出があったが、即座に反対され、今一番必要なのは飼い主との交わりと慰めであり、優しい言葉の方が薬よりもはるかにアストロに力と安心感を与えるというのがみんなの一致した意見だった。最初の試みでは、救助チームは泥の中からアストロを引きずり出そうとロープを使ったが、その体重が重くてこの伝統的な方法は効果がなかった。海水が迫る中、時間が最も貴重な資源となり、チームは素早く戦略を調整し、脱出路を掘ったりヘリコプターを呼んだり、様々な型破りな手段を検討した。これは自然の厳しい試練に立ち向かう人類の不屈の精神を示しただけでなく、チームワークと知恵の表れでもあった。厳しい自然の試練を前にして、参加者全員が並々ならぬ勇気と決意を示し、これは単なる救助活動ではなく命の尊さを守り尊重することでもあります。最終的にアストロを無事に生還させ、みんなに深い記憶を残したのはこの団結、見捨てない、諦めないという姿勢だった。その最も危険的な瞬間、アストロは全ての力を使い果たしたかのように、無力感を目にしていた。かつては数えきれないほどの希望と夢を宿していたこの名前も、この瞬間、周囲の荒れ狂う海水に次第に飲み込まれ、希望の光は揺らぎながら消滅していく。絶望が迫ってきたその時、運命の歯車は回転し、信じられないような逆転劇を演出します。たまたまこの危険的状況を車で通りかかった、素朴で心優しい一人の農夫が、一瞬のためらいもなく前に出て、救助活動の思いがけないヒーローとなったのだ。その農夫は村の豊富な知恵と信頼できる助っ人チームを持ってきただけでなく、それ以上に重要なのは、キャベツを天然の横滑りマットとして使って摩擦抵抗を減らし、強力で頑丈なトラクターと共に救いの手を差し伸べるという救助計画を思いついた。この見事な計画は彼が以前に救助した種馬の経験と重なり、まるで運命のいたずらのようだった。これがアストロを救い出す最後のチャンスであり、少し失敗でもしたら取り返しのつかない悲劇を意味することは明らかだった。空気は張り詰め、みんなの心は固く結ばれ、
この大きな責任と使命を分かち合っていた。トラクターのエンジン音とともに、力を合わせて泥の中に奇跡が生まれ、アストロの体はゆっくりと泥の水たまりから抜け出した。その瞬間、アストロが命を取り戻しただけでなく、誰もが言いようのない喜びで胸がいっぱいになり、これは単なる命の救助ではなく、人類の栄光と団結と協力の精神に対する偉大な昇華であった。成功の喜びの中で、人々は抱き合って祝い、アストロが無事に脱出した姿はその忘れられない日の最も温かい思い出となった。数日後、アストロは再び立ち上がり、かつての活力と輝きを取り戻した。振り返ると緊張で激しい救助シーンに浸っており、ニコルの心はまだ昨日のよう、その感動を忘れることはない。最初から最後まで、ニコルは守護天使のように揺るぎなくアストロのそばで待ち続け、その姿は暗闇と絶望を照らす希望の光となった。彼女の不屈の忍耐力、決して希望を捨てない姿勢、そして数えきれないほどの励ましと支えがあったからこそ、アストロの生還という奇跡の道を成し遂げたのだ。この深い愛情は単なる救助という行為にとどまらず、アストロの心に響く愛と勇気への昇華であります。アストロの目には、ニコルは救世主であるだけでなく、かけがえのないヒーローとして映っています。彼女は自らの力で逆境に立ち向かい、馬に生きるチャンスを与えただけでなく、愛の力がいかに偉大でタフなものかを世界に示した。この愛は明るい星のように前を照らし、あらゆる困難を成長の機会に変えた。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。